村山優は、アメリカ合衆国シアトル生まれの日本のジャーナリスト。早稲田大学講師、ソルトレーク氏名誉市民。ボーイスカウト日本連盟理事、相談役。ボーイスカウト運動の創始者、ロバート・ベーデン・パウエル卿の夫人であるオレブ・ベーデン・パウエルや、夫妻の息子ピーターとも交流があり、第二次世界大戦後の日本におけるボーイスカウト運動復活に大きく寄与した。 切手収集家としても知られ、切手愛好家団体、東京切手会を創立し、初代会長を務めた。また、日本スカウト切手協会会長、世界スカウト切手協会副協会長として、全日本ボーイスカウト大会記念切手、ボーイスカウト創始50周年記念シールの発行に寄与した。長野県の旧姓松本中学で学び、医師である母の住むサンフランシスコに渡米。 サンフランシスコのローウェルハイスクール、ゴールデンエイト、ローカレッジを卒業。サンフランシスコ黒に来るし、同盟通信社、A、AP 通信社などに勤務。1938年に帰国。1941年の第二次世界、大戦開戦直後、NHK、ラジオ東京の大連合軍向け放送要員として勤務。終戦後、ジャパンタイムズ社に入り社会部長。 障害部長を経て退社。戦時中に弾圧され、解散させられていたフリーメイソン日本ロッジの再建に尽力。1945年、終戦後は集会を行うことが禁じられていた少年団出身者を集めてボーイスカウトクラブの集いをたびたび開き、日本ボーイスカウト連盟復活の基礎を作る。1948年1月3日、占領下で、 国旗形容がまだ許されていない時期、戦後最初に日の丸を掲げた、ボーイスカウトによる日の丸更新を実施。1949年、ボーイスカウト、東京都連盟が再結成され、理事長に就任。1950年4月12日から6月20日に、かけて、島美道春や、ボーイスカウト、米国連盟の R ・ダーキン、D ・タイパーラと共に、 1> 第1回指導者講習会を開催。日本のボーイスカウト指導者養成に努力した。フリーメイソンのメンバーであったという記録がある。1968年12月31日、ボーイスカウト世界会議に出席するため香港に向かう。戦場で、心筋拘束に手死去。香港で、ダビに付され、翌1969年1月12日に、東京、築地本願寺で、 ボーイスカウト東京連盟層が行われた。去年63、死後、15位、君4等随法賞を受賞。ありがとうございます。